終わったあとに、どっちかと。好きなの？あ、めこちよく売ってきて、めこちはもう最高。
最高です。あれ待って、日本はおみこしです。酔いが冷めてきた。あ、酔っ払ってる。素晴らしい。呼んだ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 。あのスピーチで走って、司会者が感じました。白、使いやすかった。この間も、浦安のと、4年の、4年の塩田さん、そこのと呼ぶけど、いなり清流、清流ドアと、いなり。立派な場所が、これは最高だからね。私、今年行って、4年前も行きました。まだこれからその4年にいる側がちょっとわからない。日本にいる場合はもう行きました。そう、立派なもの、最高。その祭りはもう羨む羨む、もう名誉で羨む。湯気があるね、時間すごい。そういう湯気のちょっとね、パッと登りましたね。でも雰囲気も羨むだけ。初めてステイリーを見たのは、あの市役所の時。ああ、役所もね。やつもね。本当の時はもうちょっと落ち着いちゃって、学校行かないから。そこの魚道部の、まあそこは本番だけど、少しちょっと横を見てるくらい。禁止令が出たから。禁止令が。俺も言っちゃって。うちも頼んで。しょっちゅう飲んでるんだ。平日の昼間だったんだね。